X 線、マイクロトモグラフィで画像化した状態の内部 X 線、マイクロトモグラフィは、X 線を利用して、物体を操作して、コンピュータを用いて処理することで、資料内の微細な構造を画像化するコンピュータ、断層撮影装置。一般的な X 線 CT スキャナの解像度は、数百マイクロメートルから1ミリメートル程度であるが、これを高分解能を消したものを、特に、 マイクロトモグラフィと呼ぶ。構造上、空間分解能を高めようとすれば、資料の大きさは制限される。投影型マイクロトモグラフィと、結像型マイクロトモグラフィがあり、それぞれ一長一短があるので、用途に応じて使用される。放射光を利用することで高輝度で指向性の高い単色 X 線の利用が可能になり、解像度が向上した。解像度を向上するためには、 等の手法が採用される。従来の X 線 CT スキャナと、撮像原理は同じで、純平行単色の X 線を、精密回転ステージ上に置いた資料に照射して、回転ステージが回転することで、資料は、X 線を、全方位から受け、照射された、X 線は資料を、通過時に一部吸収されて減衰後、宣言の反対側に位置する。 フラットパネルディテクター等の検出装置に到達して、X 線の強度の分布を AD 変換器でデジタル値に変換されて記録され、その後、コンピュータでフーリエ変換により画像が再構成される。かつて、フーリエ変換は専用のハードウェアを使用して処理していた時期もあったが、近年では汎用の PC でソフトウェアで処理される。スペックルノイズを低減するために、 宣言と資料館にビームリフューザーが設置されている。視野は 1mm から数十ミリメートルまで可変で、あるが空間分解能1マイクロメートルの条件で測定する場合、資料の大きさは直径 1mm 以下に制限される。通常の CT 測定では、資料が180度回転する間に0.1度ごとに1 8 0 0枚の透過像が撮影される。 投影型とは異なり、コンデンサプレートで X 線を収束して焦点の資料を照射してフレネルゾーンプレートで検出器に投影する。コンデンサの開口数は対物の半分となるよう設計されている。投影型マイクロトモグラフよりも資料の大きさ1、10くらいに制限されるが解像度は高い。X 線結像顕微鏡像の空間分解能に 対する CT 像の空間分解能の低下は、資料の回転ステージの軸ぶれ、精度が大きく影響していると考えられる。被破壊検査、医学、生物学、材料科学、夜勤学、半導体工学、岩石学、考古学等、多岐にわたる。考古学的な用途としては、演劇文書の読み取りにも使用された。ありがとうございます。